小田原市民の私からするとね、まあちょっとカチンときたんですよね。宅建師相原と申します。この動画は小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します。今回はゴールデンウィークでも空いている小田原という言葉にカチンときてしまいましたについて解説します。今日はアーネストワン大井中央の現場からすいませんね撮影をさせていただいております。さあ今日小田原の内容です。もうゴールデンウィークからね経って1週間今日以上経っておりますけどね、まあ今年は4年ぶり3年ぶりかな、小田原の北条五代祭りのパレードが復活、そしてね小田原というとゴールデンウィークはお祭りみこしがいっぱい出てね、もうそういう部分に関してはにぎやかな部分のイメージがある、大変人もいっぱい出てですね大盛況だった。まあね、柳沢慎吾効果と言うんでしょうかね、高島正信効果と言うんでしょうかね、やっぱすごい人がやっぱり出ましたね。やっぱりツイッター上ネット上なんかに関してもいっぱいそういう記事が見てね、小田原の人間からすると誉れに思うわけです。まあ私はね、現場販売会にいましたけど、大井中央を売りたくてね頑張っておりましたけどねってことです。さあさてよく置いといて、そんな最中にですね、と思わせるような記事がヤフーニュースのね部分で私のおすすめ流れてきたわけですよ。何かというとね、私それ今これ貼っておきますね、記事貼って下にねバーも貼っておきますね。小田原の部分の中、このゴールデンウィークでもね、人手が少なくて空いているなんていう書き方している記事が出てたわけです。で、記事の方向性自体はね、たったね新横浜から新幹線で17分で着くこんな近いとこなのに、このコロナが明けた中でも空いている小田原がっていう書き方なんですよ。いや、はっきり言いますよ、僕小田原の人間だから、いやもう個人の見解ですね、小田原何見てんだって話ですよね、はっきり言えば。しかもその記事項に関してはわざわざ北条五代祭りがやっていない東口、小田原の街中中心部じゃなくてあえて西口の方に降りて、あらこんなに空いているなんて書き方してるわけですよ。私とね YouTube の部分でねいろいろ情報提供してもらってる青木さんなんかのね奥様の動画を見たって、もああやってね五代祭りすごい人だったって状況を見るでしょ、わざわざそこじゃない男の方の出口出ておいてね、こんなに空いてましたってなるわけです。いや当然ね、そこで紹介されたお蕎麦屋さんとかね、ジェラート屋さんとか、そういう部分に関してはいい店ですよ。実際、城山という部分のエリアに関しては、別の動画をぜひご覧いただければと思うんですけど、小田原はね、城山というエリアは芦屋と同じですから、当然そういう部分の空気感っていうのはゴールデンウィーク中だってあるわけですよ。現状だって芦屋の部分だってゴールデンウィーク中人手満載かって、いやいや、そういう場所ばかりじゃないでしょっていう切り抜きされてる感じがするわけですよね。どうしても小田原というのは箱根熱海の玄関口という意味合いがあって、そこは通過の駅だ、そこでは別に楽しむところがないみたいな言い方する、まあ、せいぜい小田原駅見てアジの干物食ってアジフライ食ってなんて形でね、別の記事に書いてあって、それツイッターあたりで小田原市民がギャーンって噛みついてたけど、アジフライの名店とか行って小田原は一歩も振られてないとかね、そういうアジフライこそ小田原で食えって話でしょ、早川漁港でね、小田原市民からすりゃそういう部分、いややっぱり長崎、いや長崎もうまいよね、関アジのアジフライうまいよ、それは大分だって、小田原のアジフライだってうまいよね、どっちが行きやすいんだ都内の人から見ればって話になる話じゃないですか、聞いて。事実このゴールデンウィークだって早川漁港大変な人だかりでございましたよね、鎧塚さんのとこだってそうです、小田原城だってもちろん、この北条五代祭りのシチュエーション見たってもそうです、ディズニーランドかと思うぐらいなね、そういうこと言うと考え方が貧相だって言われますよ。事実北条五代祭りなんて本当に芋を洗うような人手だったわけですからね、しかも結構な距離感歩くのが北条五代祭りの特徴です。まあお祭りだってこの近郊あたりだとあんだけはね、みこしが出るお祭りってめったない形だと思うんですよ。合わせて人でも失敗だったツイッター界隈見てごらんなさいというシチュエーション、小田原ここにありというシチュエーションいっぱいあったわけじゃないですか。そういうさなかにこういう記事書かれるとね、いやいや人手がないなんてね、これって何、切り抜き、小田原ってなんかそんな人気がないっていうことしたいのって、切り抜きなのって、変な勘ぐりしたくなるような僕は思いなんですね。
人生やっぱり小田原というのは移住というその長年住もうということに関しても興味があるわけだけじゃなく、観光地としての意味は強いわけです。だから先々週の熱海のホテルとの動画、なんで小田原市民の方は箱根に泊まって熱海に泊まるのっていう動画だって、いろんなコメント寄せられております。宿のレベルの問題かななんてね、貴重な意見、フルージアさんも含めて、ね、ありがとうね、いろんなコメントもらったりしてます。そういう部分で実は観光注目を集める場所なんですけど、なんでこうやって人気がない、いや鎌倉とか江ノ島とか箱根とか熱海に比べたら小田原でしょみたいな、こういう言い方、こういう問いこそ行政頑張ってと思うところがちーとか思ったりもするんですけどね。僕はやっぱ小田原を愛するね、かたくなの恥じる人間からしてもですね、ちょっとな、怒ってはないですけどみたいな感じに思った。中日がこんな連敗してるけど怒ってないですけどって、まあそれはね個人的な意見ですけどね、置いといて、そんなことをちょっと、ね、思ったりなとね感じてしまう今日この頃でございます。というわけでこの不動産噛み砕き解説シリーズは、小田原や不動産の難しいことから事象などを噛み砕いて解説します。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。また昨今ね、小田原の観光の部分テレビで取り上げたりしてますね。いろんな形でね、高安都市さんの部分の番組なんかもそうですしね、やっぱりロケ地が半日行き帰りで終わっちゃうという部分でね、やっぱりそういう分テレビ関係者としてはありがたい場所、それが小田原だと思うんでね、ぜひこの週末小田原足を踏みしてみたらいかがでしょうか。宅建士相原祐介でした。